横浜 DeNA ベイスターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の田村、対するイーグルスの先発は左の森、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の田村、マウンドに上がりました。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは小郷、投げました、打ちました、抜けた、小郷ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。あーっと、ショーフライになった。見事バントを阻止しました。バッターは3番拓丸、第3球を投げました。インローの直球はボール。第4球を投げました、決まってストライク。第5球投げました、145キロ直球、空振り三振、2者連続三振になりました。第5球投げた、ボール。第6球をランナースタート、三振。リプレイをご覧ください。ベイスターズ、まずはゼロに抑えました。0対0で迎える2回です。ワンアウトランナー1塁という場面で中村、打ちました、1、2塁間破った、ボールは中継、中村いいバッティングを見せました。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。打った、セカンドゴロ、ゲッツーになる、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。ベイスターズ、この回ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。ベイスターズダブルプレーでピンチをしのぎます。0対0で迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で西牧、投げた、見送ってストライク。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、危ない球。さあ、5球目、ボール。第6球を投げました、アウトコース低め、見逃し三振。3番センター拓丸、ランナースタートを切った、流し打ち、これはサード正面、アウト、スリーアウトチェンジ。ファーストランナー残塁。3回の表が終わって0対0、両チーム無得点です。3回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは西森、投げました、初球を打った、センターバックしていった、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズ先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で小郷、打ちました、これは内野ゴロ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。ベイスターズ、この回ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。5回の表が終わって0対0、ベイスターズピン。0対0で迎える5回です。バッター西森、第1打席はセンターフライに倒れています。初球から打ってった、センター交代、ヒット、またランナー1塁蹴って2塁も狙う、西森ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。ベイスターズピッチャー交代です。田村降板、ここでマウンドに上がったのは小村、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。ここは送りバント、ピッチャーが左へ転がした、一塁アウト、ランナー二塁に進みました。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。第4球は打った、流し打ち、ファースト右へのライナー、これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。投げました、打ちました、ファールボール。1球目ファールから、第2球、あっと引っ掛けた、これはセカンド真正面、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ベイスターズ、この回ワンアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。6回の表が終わって0対0、ベイスターズリードで迎える7回です。バッター西森、内角に送ってストライク。さあ、次の投球、投げました、ボール。
投球は3球目。投げました。打ちました。いい当たり。これはヒットになります。西森二塁も狙う。西森ツーベース。ベイスターズここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で石原、今日はここまで3打数ノーヒット1三振打った。あっとこれはインフィールドフライ。これで2アウト、ランナーは一塁二塁変わりません。ランナー自動的にスタート。三振。ベイスターズ2点差で逃げ切りました。本日の試合は横浜 DeNA ベイスターズの勝ちでございます。勝利投手小村、敗戦投手森、西武は新郎。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りして